バルコニーの上だ。入植者のグループが中にいる。レイダーたちがドアを破って入ってきそうだ。助けてくれ、頼む。やれやれ、誰かは知らないがタイミングが完璧だったな。プレストン・ガービー、コモンウェルス・ミニッツメンだ。ただの通りすがりだ。分かった。だが敵の敵は味方だろ。レイダーは俺たちみんなを殺したがっている。あんたも含めてな。いや違うな。フュージョンコアをパワーアーマーに差し込んでミニガンを持ったらレイダーも喧嘩を売る相手を間違えたことが分かるだろうよ。頑張ってくれ。しないでくれママ。大丈夫か？大丈夫よ、プレスト。気を揉むのはやめてくれ。今のはかなり素晴らしかったな。味方になってくれて嬉しいよ。バカなこと言うのはやめてくれ。あんたは俺にとって何の価値もない。嫌なやつみたいに振る舞ってるが、それでも助けてくれたんだ。本人の意思には関わらず。聞いてくれ、初めて会った時ただの通りすがりだって言ったよな。これで考え直すかもしれないぞ。大したものじゃないが、これができる限りだ。あんたの努力の賜物だ。もらえるものはもらうよ。本物の傭兵みたいに話すんだな。自分以外の何かのために働く気になったらサンクチュアリで会おう。あんたみたいな人間がいると助かる。仕事ができる人間がね。分かったよガービー、行くよ。おや、それは素晴らしい。でもあなたの運命にはもっと多くの意味があるんだろう。見えたよ、胸に開いた穴がね。運命だなんてくだらないこと言うのはやめてくれ。ついさっき
全長20フィートの放射能汚染されたトカゲと肩を並べてるのを見たばかりだ。そんな後に広い心を持てないっていうのか。いいんだよプレストン、みんながサイトを理解できるわけじゃない。でも信じなくてもいいから聞いてほしいの。あなたには時間もないし希望もない。でも全てを失ったわけじゃない。あなたの息子のエナジーを感じる。あの子は生きてる。そんなのデタラメだ。からかおうとしてるんだろう。おや違う、そうじゃない。サイトは時々ぼやけてしまうけど、偽りだったことはない。息子はどこかにいるよ。それにどこを探し始めるべきかは、私がサイトを使う必要すらない。連邦の偉大な緑の宝石、ダイヤモンドシティ、この辺りで最も大きな共同体。まだ何も教えてくれてないじゃないか。全部ただの推測に過ぎない。もう疲れたわ。後で薬を持ってきてくれたら、サイトはもっとはっきり絵を描いてくれるわ。ダメだ、マママフィー。それについては話したはずだ。よしみんな。しまった、やつら。すみません。それで話は何だ？取引、強盗、それともダイヤモンドシティへの行き方かい？金を全部出せ、早くしろ。ああそうかい、想定の範囲内さ。強盗に会うのは初めてじゃないんでね。ここだ、今すぐ一人にしておくれ。おいカーラ。おい強盗、有金ははたいたんだから消えな。約束が違うじゃないかトゥルーディ、その物品をよこせ、借りがあるだろう。あんたたちみたいに毒を売りつける売人にやるものなんてないね。その薬のせいで息子がどうなったか知ってるの？奴は正々堂々とそれを買ったんだトゥルーディ。中毒になったのは俺たちのせいじゃない。その小さな交易所を打ちまくってほしいのか？ちょっとちょっと落ち着いてくれよウォルトボーイ、あんたには関係ないだろう。一体どうしたんだ？単純なビジネスの口論だよ。分かったか？トゥルーディが座ってる山積みの物品は俺への借りなんだよ。説得しようとしたけど、どうやら力ずくでもらわないとダメなようだな。簡単に金を稼ぎたいか？手伝ってくれよ。もう一丁銃があると助かる。それか言い聞かせて分からせてくれるか？話してみるよ、これでうまくいくかもしれない。感謝するよ。話が進まないようなら後ろ盾するから。あの毒売りと話してたのを見たわ。なぜだ？これは全部どういう経緯なんだ？あら、あの売人から聞かなかった？息子をジェット中毒にして大量の薬をツケで売りつけて、挙句私に生産させようとしてる。あのろくでなしには一キャップたりともやらない。大きな間違いよ母ちゃん。仕方なかったのよ。いや、トゥルーディには申し訳ないけど、いい面は新しい場所で商売ができるってことだ。ほら受け取ってくれ。さて一番目のお客様は何をお探しかな？